皆さんこんこにちは大です、えー、今日朝 E テレ見てたら、えー、アルピニストの野口健さんがね、えー、自己紹紹介介についいいいててちょっとと面白い話をししたたんで紹介したいと思います、えー、彼が大学入試の面接の時の話なんだと思うんだけどなんか本当はねこういう山こういう山に登りましたっていう風に言いたかったけどまあそういう実績がなかったから代わりにね六大大陸のこのね、えーまあ、最高峰の名前をこう挙げてってですねで僕はここの大学に入ったらこういう山に登りたいと思うんですとでこれまでの僕じゃなくてこれからの僕を見てくださいっていう風に言って。 で,題が書いてで「結果どうだったんですか?」って質問されててで、まあ、失敗したこともあってね結局10年かかったけどでも全部上りましたと。で自己紹介やっぱりしたっていうねそういうふうに自分を紹介したっていうのがやっぱり大きくって自己紹介には夢をかなえるパワーがあるんじゃないかってこういうふうに言ってたんですね。 でそうだよよななと思って僕もね、ね研修ででたまにやるんですよ、ね、なんか、えー「じゃあ皆さん今から自己紹介してください」とかって言って自己紹介してもらってで騙し打ちみたいですけどね終わってから聞くわけで今の自分の自己紹介を振り返って過去の話現在の話未来の話それぞれどれぐらい含まれてただろうかって質問するわけ。 そうするとね、過去これまでこうだったとか現在今こんなことやってるとかねっていう話をやっぱりしてるケースがすごく多いんだよね。でなんかこれからこんなことやりたいっていう話とか今こんな夢に向かって進んでるっていうことをね自己紹介自然な自己紹介の中で盛り込む人ってまだまだ少なくてすごくもったいないと思うそれはやっぱ後ろ向きで生きてるに近くなっちゃうかもしれない過去の話ばっかりしてるとね。でやっぱりなんかせっかくだから。ででね、未来で 未来のこととでね出会えるとか触れ合えるっていいんだよねこれからこれをやりたいんですって言ったらその話題で一緒に盛り上がれたりとかねそれに関連するものを紹介してもらえたりする可能性があるそうすると未未来来ににに開かかれたたといいうかね未来に向けた関係になっていくんだよねだからあのそういう意味でもね自己紹介の中で未来の話をするっていうのは素晴らしいことだと思うしあとはやっぱり自分がそういう人なんですっていうことでね自分もそうだそうだってこう思い出す。で、あのまあ えー、アイデンティティの同一化とかって言われるけど、ね、今現在の自分と未来の自分がこう同一化してるね一緒なんだっていうふうに認識されるとやっぱり動きやすくなるみたいなこともあるので是非、えー、ね自己紹介で未来の話をする、えー、トライしてみてくださいということです。それではまた